小山田さんの作品ですね。なんかこう特にこう何か特別なものを描こうと思ってるんじゃなくって、日常の中にあるこうみんながこう見てもすぐ忘れてしまうような取るに足らないものをこうテーマにして描かれているようです。こういうなんか微妙なものをこう組み合わせてここにまあちょっとした空間を作ってるわけですけど、まあ、なんというかね、言葉にしにくい部分のけどこう記憶に残り続けるような、そういったものを書いてる作ってるんじゃないかなと思いますね、うん、これセメントで作られてる上田さんの作品なんですけど、これもなんかねいろんな手法でセメントだったりとかアクリル板にガッシュで書かれてますけど、そうした作品があったりとかして、なんか個人的に面白いなと思ったのがこの辺なんですけど、ときめきメモリアルの化石なのか何なのか、こう携帯のスマホケースみたいなものとか、こうゲームとこう何ですかね、このときメモ自体がちょっとノスタルジックな感じしますけど、こういうこの子もあれですよね、あの言葉にしにくい部分、なんかこう微妙な領域をこうついてきてるなって感じがします。今回どんなテーマで書かれたんですか？はい、今回のテーマは自分の中でなんか認識されないものをテーマにして書かれていて、でその認識されないものっていうのは自分の中ではまず昔自分が遊んでいたなんかぬいぐるみだったり、自分が昔住んでいた場所、それやあとは自分とは関係なく他人の誰かが作ったこれとか、これの卒業制作のモチーフにもなったなんか白爪草の冠、うん、なんかそういったものってもう人が誰かの手元にはもう離れてしまったり、まあ、手放してしまった、そういったものを私は今回モチーフとして卒業制作を制作しました、うん、なんかエピソードが面白いなと思ったんですけど、これ拾った白爪草なんですよね、はい、あ、そうです、うん、なんか公園のベンチに、うん、普通に置いてあって、それでも誰のかもう分からないのと、あと多分もう持っても帰らないと思って、うん、それを自分でちょっとなんかすごくあいいなって思ったのと、それでちょっと一個だけ持って帰って、うん、で実際にそれを見てなんか書こうかなって思ったんですけど、うん、でもやっぱりそれだけを見ただけじゃなかなか何をどう表現したいかっていうのが全然、まあ、その時に掴めなかったので、うん、なので一回ちょっとまあ様子を見るというかちょっと放置していたら、まあ、うん、どんどんやっぱ植物なので、うん、まあ、どんどん腐っていってしまって、うん、それと同時にやっぱその腐るのような匂いも発生したり、うん、なんかそういったものが重なっていってだんだんと自分が見やりたかったことがすごく見えてきた段階でなんかこれを書きたいって思いました。うーん、なんか腐敗する直前みたいなものを書きたかったんですか？あ、そうですね、やっぱ腐敗していくなんかで中に出てきた、うん、なんかすごく匂いだったりあと形、うんうん、腐敗していくとやっぱ柔らかくなってね、柔らかくなったり、うん、匂いやあと色味も変わっていって、うん、最初はやっぱりこの緑色だったり白っていうのがすごくはっきり分かっていたんですけど、うん、だんだんと黒くなっていって、うんうん、それで、でもなんかそういうなんか必要な情報っていうのがすごく自分の中で整理されていくのと、うん、またやっぱこの形、うん、植物のこの形態の形っていうのがすごいしっかりと見えてきたっていうのもあって、なんかそういったとこをほうがやっぱ魅力に感じて、うん、なんかこういった形のものを表現しました。うん、なるほどね。
でこの過去作品についてなんですけど、はい、まあ今これ2018年の作品で随分変わってるなと思うんですけど、でもなんかちょっと根底に流れてるものはこの今回の卒業制作にもなんか通じてるんじゃないかなみたいな、うん、この頃ってどんな風にこう絵画にアプローチしてこう作品作ってました？これは自分に自分の祖父母の家なんですけど、うん、今は誰もいなく空き家になってしまってる家があって、うん、まあ、そこにちょっと本当に好奇心で久々に足を踏み入れようとしたんですけど、うん、いざ行ってみて、そしたらもう、まあ、真っ暗で、まあ、電気や水道がもう通ってないので、うん、真っ暗な部屋の中でも、うん、でその中でこの窓の光だけが少しちょっとした情報をこちらに与えてくれる、うん、だったり、まあ、洗濯の紐だったり、うん、このなんかそうですね、台所の直径みたいなのを写し取ってくれる、うん、なんかそこがすごく自分の中でもなんかあ、これが描きたいんだなっていうのがすごいはっきりした、うん、なんか瞬間であって、でそれも同時期にやっぱぬいぐるみのこともあって、うん、ここは結構同じ時期にモチーフを見つけられて、うん、なんか自分が描きたいものが少しずつ分かっていったと、うん、なんでこれもすごく大切な作品の一つですね、うん、あ、なるほど、面白いですね。なんか結構なんかモチーフが所属してる場所とか、はい、なんか所有者とか、うん、なんかそういうの関連してますね。あ、そうですか、うん、ぬいぐるみも、うん、今回の白爪草もね、うん、誰かが作ったもので、もう誰のものでもない、うん、このグミもね、持ってかれなかったものだから、うん、そうですか、うん、そういうものにしかあんまり自分描きたいって思わないんだなっていうのがすごいなんか確認できたなと思います、うんうんうん、去年の、うん、ちょっと技法的なことも聞きたいんですけど、はい、かなりこうなんかツヤのあるちょっとテープみたいに見える部分と、はいはいはい、こうすごくマットで、はい、近くで見るとね結構分厚く塗られてますけど、うんうん、なんか例えばこういった部分ってどういう風に描かれてるんですか？こういった部分はまあ、マスキングテープで縁取りをして直線のラインを作って、うん、そこに流し込んでいるっていう感じなんですけど、まあ、一層一層その、まあ次乾燥してからじゃないと次の過程ができないんで、まあ、結構時間がかかる作業なんですけど、その一本一本、まあ、一番こういう緑色のところだとここの次重なる部分のツヤ感をちょっと変えたりだとか、結構その私はマテリアル研究っていうのをに取り組んでいるんで、そのちょっとした違いだったり、その何と何を混ぜたらどういった質感のものが出るんだろうとか、そういうことを結構考えながら、まあ、全て同じ質感のもので構成するんではなくって、まあ、そのツヤツヤの模様のところにあえてその物質感があるマットなものを乗せることで、まあ、浮遊感だったりとか、こう画面にくっついてはいるけど何とも言えない浮遊感、まあ、それは絵画表現にしかできないことなのではないかな。こういった四角い制約がある中で自分が一体何ができるんだろうって考えた時に、その私の強みとしてはマテリアルを扱うところだと自分でも思っているので、そういったところを顕著に出したくてやってます。最初は多分具象的な表現からみんな大学でも入ると思うんですけど、はいはいはい、どういったこう過程でそういう質の方に流れてたんですか？あ、そうですね、その私も結構デッサンだったり好きで、もともとそういう描写するのが好きだったんですけど、油絵専攻なんですけど、油絵をこう制作している時に、この筆で絵の具を結構使っている時に、その描いているものより、そこの質感、自分が絵の具に触れているその感覚だったり、感触の方に気を取られて、結構その形自体が保てなくなってくる、モチーフの形自体が保てなくなってくることがきっかけで、あ、私ってもしかしたらモチーフを描くっていうより絵の具そのものに興味がある、まあ、それは多分小さい頃に砂で遊んだり、なんか泥団子作ったりするような感覚にすごく近くて、
なんかそういった自分の感覚、手のひらの感覚だったり視覚だったり、まあ、味覚とか嗅覚とかそういうところをもうちょっと絵画表現につなげられないのかなって思って、うん、そういったところがきっかけでこういったマテリアル研究に取り組むようにはなりました、うん、なるほど、はい、全体的にこうずっと一連の流れがありますよね。そうですね、テクスチャーに対して、ね、こう剥がすっていうのが面白いなと思ったんですけど、マチエルを作るっていう意識って多分具象でも抽象でも、はい、まあ、何かしらみんな持ってやってると思うんですけど、はいはい、けどそれを剥がしてこうもう一回くっつけてみたいなのって、ね、うんうんうん、あんまりコラージュをすることはあっても絵の具をそうやって皮膚みたいに扱ってるみたいな、うんうんうん、ちょっとかさぶたみたいな、そうですね、なんかこう皮膚みたいな、まあ、何とも言えないものですけど、うんうん、なんかそうしたこう、うん、絵肌とのやり取りみたいなのが面白いですね、うんうんうん、結構これからもそのマチエル研究だったり、まあ、このシリーズもやめなくって、うん、じゃあこの終了点でできたシリーズと合わせてみたらどうなるのかとか、うん、結構その私は一つのシリーズを作ってこうどんどん派生していってまた戻ったりとか、うん、じゃあ本当に立体物にしてみたらどうなるんだろうとか、結構いろいろ絵画表現もしつつ立体だったりテキスタイル表現だったりもいろいろ取り組むんで、うん、そこで拾い集めたものをまた戻してきてまた違うところになってっていうのは、それは私のスタイル、制作スタイルでもあるし、うん、曲げてはいけないところかなって思います。あの卒業制作3点とも販売されてますけど、はいはい、どういった方が買われていきましたか？まあ、購入してくださった方はやっぱりそのコレクターの方だったり、まあ、本当に、まあ、私はコレクターの方がメインなんですけど、まあ、私以外の作品でも売れている作品っていうのはもちろんあって、それはまあ美術館関係の方だったりコレクターの方だったりがやっぱりメインにはなってきますね、うん、で、まあ、公表していただくのは、まあ、本当に公表いろんな方にディレクターの方だったりにも公表していただくんですけど、まあ、うちの大学のその特徴として割とその購入しやすい価格っていうのもあるし、そのアートを買いたいけど、うん、どういう入り口で買えばいいのかわからない人が結構来てくださるので、うん、まあ、そういったそのアートを買い始める方だったりが多かったり、まあ、それこそもう買い始めて結構他の人に紹介する方ももちろん来るんで、うん、この終了点がその一つのきっかけでどんどんつながりを、うん、広げていくっていう感じなので、まあ、うん、そうですね、作家活動の第一歩の場として、うん、でそこにその購入するっていうのがついているっていうだけですね、うん、やっぱ、はい、それぞれが個性的な作品でした。次回は通信学部の卒業生インタビューを行いたいと思います。それではさようなら。Thank you.